並木町から筑港方面を望む港南は、岡山。港南の古称は、もともとは、昔の岡山市域の南側に存在した地域の総称であった。具体的には、当時の水戸郡、福浜村、吉田村が該当する。中でも特に藤田財閥小島湾干拓第三点極周辺を指して呼ばれることがある。当地区の南部は、小島湾干拓により埋め立て、造成。 高度成長期には、岡山県南新産業都市に指定され、港湾、鉄道、道路、空港等の社会資本と市街地の大部分が計画的に整備された臨海工業地区である。現在、の人口はおよそ6万人に達し、警察や消防に金融機関や医療機関といった都市機能も備えている。小島湾を望む平坦な埋め立て地で占められ、実行。 沿岸部の工業地区、西部の浦安一帯の農業地区、内陸部は住宅が混在する純商業地区に大きく分けられる。1973年、エリアのほぼ中央部を東西に国道2号岡山バイパスが造成され、エリアの中央部から北部にかけての地域も市街化が急速に進展した。2009年に岡山市が政令指定都市に移行したため、 行政区が設けられたが、北部の港南小学区に該当する地区は北区に、残りは南区となり、港南エリアは行政区により南北に分断された形となった。旧福浜村南部。現在、南区に属する地域で、おおむね国土2号線バイパス以南、かつての藤田組観択第2.5区周辺。一部、旧腰型の地区も含む、 遠隔天満やハッピータウンとシンネマタウン、港南年表港南工業地帯福南、筑工地区と同様に、小島湾観客地3.5区にあたる。中学校は、カオル線中学校区となるが、上記福南、筑工地区とのつながりが深い、大ね旧吉田村に該当する地区である。現在は、南区に属し、岡山市立吉田中学校区及び、岡山市立、 吉泉小学校区にほぼ相当する。また、岡山市立、香ル線中学校区は、吉泉小学区に加え、浦安が範囲となるが、町内会他などに見られるように、香ル線といえば、吉泉小学校区を指す場合が多い。大ね国道2号線バイパスより南側。国道30号線を境に、東側が方線、西側が吉田となっている。 吉泉地区は、旧吉田村あたりに行った、伊豆田と、旧福、浜村とい成、なり、福田、青江の一部からなり、岡山市立吉田小学校と岡山市立福浜小学校から分離統合され、岡山市立香る泉小学校が創立された、昭和53年から始まる。ちなみに、方選とは、岡山県立、岡山香る泉高等学校創立時、公明を定める際、 立地している吉田地区のカオルと伊豆田地区の泉から取り名付けられた。その後、岡山カオル泉高等学校へ隣接し、岡山市立カオル泉小学校、カオル泉中学校、カオル泉幼稚園が次々と創立し、幼稚園から高校が一箇所に固まっている。児童増加に伴い吉泉小学校、ひばり分校が建てられる。そのため、 吉泉小学校は全国最多児童数となったこともある。ありがとうございます。